部屋に戻りました。いいお風呂でした。チューハイ飲みましょう。一人寂しく乾杯です。9% は効きますね。飲み物とお菓子を町に買い出しに行きましょう。夕食まで時間があるので、川路の町を散策して、買い出しに行きましょう。いつの間にか、駐車場が来るまでいっぱいになっていますね。まだ、4時半ですが、なんとなく、薄暗くなってきました。昔は、たくさんの店が営業して、賑わっていたんでしょうね。川路温泉で有名な、肉屋さんがありましたね。コロッケが美味しいそうです。行列ができていましたね。和食レストランがありました。営業中です。美味しそうですね。まだ、コンビニのような商店がありませんね。川路の町。静かな町です。人もいないです。廃墟のような建物が、多いですね。一流閣から、出て左側の通りには、お店がなかったですね。今度は、反対方向に歩いてみましょう。川路の川、カジカ川、大きな魚が釣れるらしいです。お店がありました。酒屋さんです。お菓子とお酒を買いましょう。部屋に戻りました。まだ、夕食まで時間があるので、露天風呂に行きましょう。露天風呂は、この上の階で5階です。お客さんが1人、入っていますが、入れ替わりで、自分1人になりました。いやー、素晴らしいです。冷えた空気、に厚めの温泉。川のせせらぎに雄大な景色。たまらないです。露天風呂の後は、夕食のバイキングです。お客さん、多いですね。でも、会場が広いので、開放感があります。自分は、このエビのフェアが好きなんですよ。大きなエビにレモンサワーが合うんです。今日は、マグロの刺身ももらおうかな。寿司は取らないことにしました。満腹になって飲めなくなるので。さあ、夕食バイキングの準備ができました。デザートのケーキを先に取っておきました。補充されない時があるので、先に確保です。鶏の唐揚げにたこ焼き。エビチリに蒸しエビ。そしてマグロの刺身。とりあえず、ビールを2杯飲みます。大きなエビがうまいです。ここの唐揚げは、小さいからいまいちです。2回目を取ってきました。しめ鯖にマグロの刺身。大きなエビチリにエビマヨ。蒸しエビにレモンサワー。最後にカレーで終わりです。甘いものをいただいて終了です。ちょっと早いけれど、部屋に帰りましょう。部屋に戻りました。部屋飲みしましょう。